はい、では宮沢賢治記念館の敷地内にて、はい、いい場所を見つけましたんでね、はい、見晴らしのいいここで宮沢賢治の夜中の星を、はい、串田千幸さんと朗読したいと思います。はい、お願いします。はい、でね、はい、さっき練習したばっかりなんでうまくできるか分かりませんが、ドキドキやってみましょう。はい。夜中は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしを、うん、もう一回いこう。はい、はい、夜中は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで一軒とも歩けません。他の鳥はもう夜中の顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、夜中よりはずっと上だと思っていましたので、夕方など夜中に会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっとへ向けるのでした。もっと小さいおしゃべりの鳥などはいつでも夜中の真っ向から悪口をしました。変、また出てきたね。まあ、あのざまをご覧、本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まあ、あの口の大きいことさ、きっとカエルの親類か何かなんだよ。こんな調子です。おお、夜中でないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて、顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところが夜中は本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえって夜中はあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、夜中はハムシを取って食べるのでした。それに夜中には鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも夜中を怖がるはずはなかったのです。それなら鷹という名のついたことはそれなら鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つは夜中の羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれ以上、もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから夜中の顔さえ見ると肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろというのでした。ある夕方、とうとう鷹が夜中の家へやってまいりました。おい、いるかい、まだお前は名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまでも飛んでいく、お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。鷹さん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。鷹さん、それは無理です。無理じゃない、俺がいい名を教えてやろう。一蔵というんだ。一蔵とな、いい名だろう。そこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札を、一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言って、みんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いや、できる。そうしろ。もし明後日の朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうから、そう思え。
俺はあさっての朝早く鳥の内を一軒ずつ回ってお前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったらもう貴様もその時やおしまいぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えておらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤帽のメジロが巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらメジロは赤帽をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、はあ、今度は一蔵だなんて首へ札をかけるなんて辛い話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちによだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたがそのときなんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは羽が疲れたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉を引っかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたがその時急に胸がドキッとしてよだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。はあ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そしてよだかの降りてきたのを見て言いました。兄さんこんばんは。何か急のご用ですか。いや僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはねどうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もねどうしても取らなければならない時の他はいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれね。さようなら。兄さんどうしたんです。
な、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛をそろえてまた巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。よだかはグラグラするほど眩しいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきました。おひさん、おひさん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。避けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。言っても言ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体を掴んだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって空は青黒く一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの火は真っ赤です。よだかはその火のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもういっぺん飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏み止まってもう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしなく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた2辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、どうかあなたのところへ、あなたのところへ、どうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら
氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に、天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは王風に言いました。いいや、とてもとても話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるでわしが熊を襲うときするようにぶるっと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシ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 と高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚まして、ブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしなく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は不意語のようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもういっぺん空を見ました。そうです、これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか登っているのか逆さになっているのか上を向いているのかも分かりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたってよだかははっきり眼を開きました。そして自分の体が今輪の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けていました。いつまでもいつまでも燃え続けていました。今でもまだ燃えています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、いや読んでる時虫がそうですね、虫がすげえ体に、はい、何も台本にハエは止まるわ。いやもうそうですね、アリが足から登ってくるわいや大変な必死だったね。自然のね中でやる醍醐味ですよ、うん、いやすごいよこれねたまにね、あのうっすら車のね、あそうですね、音は聞こえたけど、うん、なかなかいいシチュエーションですね、はい、これね。この映像中さん TV かね、中さん TV ですか中さん、そうだよね、中さん TV だよね、やっぱね中さんいろんなことやるっていうね。そうですね、はい、うん、はい、野球だけ の、はい、あのチャンネルじゃないんで ね、 そうですね、ちょっとチャンネル名も中さんいろいろやってるチャンネルにしようかなと。あとりあえずね、そうですね、うん、私のできることをいろいろあの公開していくっていう、はい、うん、そうそうそう、まあ、 あの出だしね、あの立ち上がりがちょっと
まあ、もう阪神のピッチャーと一緒ですよ、まあ、阪神じゃない、あのプレーヒーのピッチャーも何でもそうなんですけど、立ち上がりがね、立ち上がりが大丈夫な 人はいないんでね、はい、ちょっとやり直しましたけど、そうですね、あえてこれような編集しないでね、ありのままいくんですか、このままの映像で流しますから、本当ですか、はい、で音声の方はバイノーラルってバイノーラル音声でね、はい、でこれを声本チャンネルの方で聞けますから、あの音声だけを、あのいい音声ね、はい、360度音声、はい、360度 VR あのレコーダーでこれ撮ってますから、はい、その音声の VR レコーダーの音声を楽しみたい方は声本チャンネルで音声だけアップしてますんで、なるほど、はい、で映像を含めた、ね、VR 映像で、この、ね、朗読を、はい、生朗読を、ね、見たい、方はですね、ぜひ中さん TV で見ていただくとこの二刀流でいきます、二刀流で、はい、はいはい、ありがとうございます。いや宮沢賢治記念館とね、なんだっけ、宮沢賢治童話村両方とも、コロナの関係で臨時休業してましたが、はい、特にそこに用事があったわけじゃなくて、そうですね、宮沢賢治記念館のあるところで、宮沢賢治の作品を朗読しようという企画だったので、そうですね、そういう企画でした。バッチリですね、はい、目的は果たしましたよ、はい、すごいですね、道中ね、青空文庫から台本引っ張ってきて、そうですね、で Google のスプレッドシートで、はい、台本を作って、はい、でそれをセブンイレブンでプリントアウトして、そうですね、で車の中で練習して一気に本番というね、はい、非常に効率のいい、はいはい、ジェットコースターのようなジェットコースターのスピード感のある企画から実施まで約2時間で、そうですね、はい、行いました、はい、いやマイクロ SD カードがね、もう北海道のね旅でなくなっちゃったんで、ね、追加で買ったんですけど結構高かったんで、はい、もうキャッチボール取りすぎましたね、はい、そうです、でもよかったね、はい、はい、じゃあまたねこういう企画、このちょっといろんな場所でやっぱ読むの楽しいね、楽しいですね、うん、開放感もあるし、いいよいいよ、うん、とてもいい、はい、ということで宮沢賢治、夜高の星、はい、ね、私中井亮太さんとですね、はい、中さんですね、中さんと、中さんと、はい、岸田千幸さんの、お届けでした、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。